どん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 たくあんボーイ。どうもこんばんは、たくあんボーイです。今日は鈴木メトロさんへ手紙を書いてきました。普段なかなか伝えられない感謝の思いをまとめてまいりました。よかったら聞いてください。鈴木メトロさんへ。これを読んでいるということは10万人達成したんですね。まずは本当におめでとうございます。僕らの出会いは TikTok の DM といういかにも現代的な出会い方でしたね。手元にあった iPhone 13 Pro で過去に TikTok で送ったメッセージを見返してみると、2021年5月14日午前10時14分初めてのやり取りが残っていました。はじめまして、遅れてすいません。東京メトロで1年間駅員をやっていた鈴木メトロです。実は僕もたくあんボーイさんの TikTok 拝見させていただいておりまして、勉強させていただいていました。ぜひコラボお願いします。文章を読んでわかると思いますが、僕が初めに送ったメッセージから2ヶ月ほどの無視を経ての返信です。やり取りの終わりを見ると、今日から僕らは親友です。2ヶ月無視してたとは思えないメッセージが残っていました。日本人離れした距離の詰め方に驚かされたのを覚えています。そこから約1年、 YouTube の登録者は600人ほどだった鈴木メトロチャンネルは10万人を突破。僕ももうすぐ10万人を突破します。僕らは出会うべくして出会ったのは間違いないです。ここまで来れたのは見えない努力や苦労があったから。その努力や苦労を僕は知っています。メトロさんは常に自分を肯定し、僕も肯定してくれます。打ち合わせでガストへ行き、週一恒例の近況報告では勢いよくドリンクバーへ向かい、メロンソーダを注ぐとニヤニヤしながら拳を突き合わせてきます。今週も最高でした。勝ちましたね。あの動画面白かったよ。今日も大バズり確定ですわ。プラスの言葉しか言わないメトロさんといると、自然と僕もプラスしか言わなくなっていました。今の僕の中で本気で夢を語って笑わず真剣に話せる人はあなたしかいません。ポジティブモンスターのメトロさん、本当にありがとうございます。僕がある時、鉄道ネタが尽きた時どうします？そう聞いた時、メトロさんは自信満々にこう答えました。尽きることなんてないよ。あの時のメトロさんの言葉がなければ、僕はきっと鉄道ネタをひねり出すことを諦め、中途半端にダラダラと過ごしていたことです。少しでもマイナスを見た時、一瞬で前向きにしてくれるメトロさんの存在はなくてはならないものです。僕にとっての羅針盤メトロさん、ありがとうございます。鈴木メトロさんがチャンネル登録者が10万人を突破し、こんなにたくさんのファンの方が応援してくれているのは、夢を口に出し続け、その言葉を信じ続け、それを行動にし続けている、その姿勢があったからです。これからも人にバカにされるような嘘みたいな夢を2人で大真面目に語り尽くしていきましょうね。この瞬間からさらに見たことのない景色が待っています。大スター行きの列車が発車します。そこから見る車窓が楽しみですね。やっぱり二郎系ラーメンが好きになれないたくあんボーイより、君が笑って解決
立することばかり首筋の匂いがパンのようすごいなってたたえあったくだらないの中に愛が人は笑うように強くないですか？強いですよ。ありがとう。